宮川実るとは、地方競馬の高知競馬場、内越勇自給者所属の騎手である。勝負服の柄は黒、同白星散らし。高知県出身、身長165センチメートル、血液型 B 型。同じく、高知競馬場に所属する宮川光一調教師は実刑。妻は、同じ高知競馬所属の騎手、別府舞。 1999年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年10月2日、第12回高知競馬1日目第3競争 C63、条件戦固まるヒーローで優勝し、初騎乗初勝利。2001年9月10日、第16回全日本新人王相派戦出場。2002年7月21日、 第6回高知競馬4日目第3競争アラブ系 D 級条件戦をパラダイスマジックで優勝し地方競馬通算100勝達成2003年10月19日第11回高知競馬2日目第10競争第7回アラワシ賞をホワイトメビウスで優勝し重賞初制覇。2007年10月20日 第11回高知競馬3日目第11競争 C2 球場県戦をベルモント響きで優勝し地方競馬通算500勝達成。同年11月10日第4回高知福山スタージョッキーシリーズに出場し総合優勝を果たす。2009年4月24日第2回高知競馬1日目第2競争 D 級路上県戦を ビッグサクセスで優勝し、地方競馬通算700勝達成。同年5月2日、第2回高知競馬3日目第1競争田口や、寺本家協賛、国彦、地図結婚特別に適乗したクラウザーさんが馬体に、故障を生じ、落馬した際に顔面を複雑骨折し左目を、失明する重傷を負い、1年余りの療養を余儀なくされる。 2010年5月29日、第5回高知競馬1日目第4競争だ故死級者、一同応援復帰おめでとう。特別グロリアで、騎乗再開。この日の競争は、メインと最終競争以外、すべて宮川実の復帰を祝う冠無理協賛レースで埋め尽くされた。翌30日第5回高知競馬2日目第4、競争 C32 組一般戦を、丸高でピューティで優勝し、 復帰後4戦目で勝利を挙げる。2011年3月13日、内越初を調教師の成居に伴い、細川忠義旧社に所属変更した。2012年4月17日、内越伊佐無治旧社に所属変更した。地方通算成績は5853,717勝2着751回3着742回。勝率12.3%。 連帯率25.1%。私生活においては2018年9月13日、同じ高知競馬所属の機種である、ベップマイと入籍した。ありがとうございます。